どうも、まえさんでございます。さあ、ゲーム実況なんですけれども、新年度入って初になりますかね。今回やっていくのは、レイヤーズ・オブ・フィア、脱出ゲームになるんですけれども、いやー、ちょっと、怖い、っていうことしか、情報ありません。これでちょっとやっていくのは無謀な感じもするんですけれども、ちょっとね、館からの脱出を目指すみたいなんですけど、スライダーを動かし、肖像画がかすかに見えるように明るさを調節してください。何？肖像画これ、ちょっと怖くね？まあ、かすかに見える程度。このぐらいかな。真ん中だね。レイヤーズ・オブ・フィアは行動の一つ一つが全てのストーリーに影響する臨場感あふれるゲームです。人生と同様、自分自身で扉を開け、記憶をたどりながら隠された本当の自分を探し求めます。これは単なるゲーム、ただし同時にあなたの旅でもあるのです。やっていきましょう。設定、グラフィック、あ、先合わせたね。サウンド、字幕、最大マックスね。コントロール、まあ初期設定でやっていきましょう。最初からロード時間かな。いや、どんなのかね。画家がね、精神病んでっていうぐらいの情報しか本当に入ってなくて、どう脱出するかが、どうなんだろうね。どういう行動一つ、行動一つ一つが影響出るみたいなんだけども。いや、怖いぞ、これ多分。I know how you must feel. お前の心の内を分かっている。Lost. 喪失。Alone. 孤独。Hopeless. 絶望。You probably deserve it. 当然の報いだろう。But even for you, それでもまだ道はある。There is still a way. A way to bring it all back. 全てを取り戻す道が。The one precious thing you ever truly desired. ただ一つのもの。Finish it. 終わらせねば。感情を込めて描かれた肖像画はすべて画家自身の肖像画であり、モデルのものではない。ドリアン・グレイの肖像より。ん？スタートか。おお。これで進むんだね。イラスト。女の人倒れてるね。ん？なんかあるね。何もできない。ん？おっと。これは何？なんか腰にかけるやつかな。 R2 を長押ししながら R 動かす。おお、お邪魔しまーす。手紙、前略大変恐縮ではありますが、これ以上弊社の
害獣駆除専門スタッフの手をわざわざ煩わせるのも、不適切な手紙をお送りいただくのも、金輪際やめていただけないでしょうか。私の母は尊敬に足る人物であり、あのようなそしりを受ける筋合いはございません。お宅の調査に伺った弊社従業員は皆月死類による被害の痕跡が一切認められないことを確認しております。従いまして予防薬の散布以上の処置はいたしかねます。この手紙は弊社の最終的な回答であり、今後ご連絡いただいた場合は弊社顧問弁護士が対応することとなりますので、あらかじめご了承ください。そうそう、カール・デントン、ペストバスターズカンパニー。なんだ、苦情だったのか。これは見れないか。これも見れない。こっちは音楽がちょっと怖いな。ん、腕輪か。読めない。おお、ちょっとドキッとしましたね。暖炉、火は灯ってません。ん、なんかメモ紙か。見れない。ろうそく、これも見れないのか。ん、顔が削られてる。誰かと握手してるね。後ろに絵がいっぱいあるから、これが本人なのか。旦那様、追いつけの通り、アトリには一切手を触れておりませんが、あそこまでひどいありさまとは想像しておりませんでした。そんなにもアトリエを気にかけておいででしたら、鍵を置く場所についてもっとお考えになってはいかがでしょうか。鍵はオフィスに戻しております。良い一日を。なんだなんだなんだ、鍵が書いてある。鍵はオフィスにある。暗っ。暗くて見えん。ダメだ、暗くてわからん。戻ろう。2階ですけど暗いな。明かり持ってねえか。なんだかわかんねえ。なんかあるっぽいけど開けとくか。ランプ、浴槽、お、電気ついた。ん？なんだ？アキレス義肢製作所。膝下義足一足。なんだこれは？長さが合ってないぞ。義足？電気はついたけど暗いね。義足の長さが合ってない。
トイレか。特にメモしもなし。なんでぶつかったか。何、ラットポイズン、ネズミの毒の餌ね。暗くてよ分からんち。お、こっち部屋あるぞ。明るいですね。キッチン、何もなし。何もありません。まず扉は、お、食器だな、鍋類だね。行きたいけど暗いって。ああ、食料貯蔵庫かなんかかね。何かありそうだけど。ライトがね。あ、ついた。ニンニク、トウモロコシ、リンゴ、調味料とかそんな感じかね。電気はつけておこう。絵の具、ローズドーレ、バーントアンバー、シェンナ、鉛筆25、芳香剤50パック、リンゴ10キロ、酒30本。買い出しのメモかなんかかな。イラスト。情報となるようなものはない。徹夜になると思ったから軽い食事を作っても、あのね、たとえレンブラントだってたまには光と影の巨匠をお休みして私たちみたいな普通の人と同じようにいびきをかいて寝てたはずよ。つまり何が言ったかって、少しは寝なきゃ。おバカさん、愛してるわ。奥様かな。これ動くってことは何か乗せたりすんのかな。うん、キッチンは OK。 ここ鍵閉まってんだよね。ここがね、お、電気がついた。地下か。
か。地下にオフィスって。おお、びっくりした。びっくりした。ちょっとやめて。怖い。オフィスって感じでもないね。オフィスって言ったらやっぱ2階か。まあ、ここまた後で来よう。いや、ちょっと今のはびっくりしたぞ。2階に行こう。